今回は2500万部の大ヒットした、烈火の炎、の自作である、安西先生の、メル、およびその続編である、メルオメガ、について解説していこうと思うぜ。うぷ主は烈火の炎は読んでたけど、メルは当時序盤だけ読んで読まなくなったそうよ。なんかいまいち面白いと思わなかったそうな。うむ。アニメ化もした無印メルだが、烈火の炎ファンからは酷評されることも多い。これに関しては安西先生が烈火から無印メルに移るにあたって、かなりターゲット年齢を下げたであろうことが原因だと私は考えているぜ。本当に人気なかったらアニメ化しないもんね。そういうことだな。だが一定の人気のあった無印メルに対して、続編に関しては力不足を感じざる得なかったというのが私の正直な感想だ。これに関しては続編を書いたのが元アシスタントの人で、安西先生とは別人っていうのが大きいと思う。作者も変わってたら評価の目も厳しいかもしれないね。というわけで今回は、安西先生の無印メルの人気の理由や、逆に厳しい批判意見について、また人気作なのに続編がなぜたった4巻で打ち切りになってしまったのか、について情報をまとめつつわかりやすく解説していければと思うぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。メルは2003年から2006年までサンデーで掲載された異世界バトルファンタジー漫画だ。話数は161話、単行本は15巻で、累計発行部数は900万部を突破している。発行部数的には烈火の炎の2500万部に比べると見劣りしちゃうわね。まあな。だがメルはサンデー史上で過去一読者からアニメ化が熱望された作品なんだそうだ。実際アニメは2005年から開始され、なんと全102話とかなり長期放映されていたんだぜ。人気のない作品をそんな長期で制作しないから、そう思うとかなり愛されていたんだね。作者は安西信之先生。サンデーの中でも特に画力が高いと評価されている先生だ。烈火の炎の連載中にどんどん画力がアップしていったよね。初期と終盤を比べると柳ちゃんの可愛さがかなり違うわ。うむ。その画力はメルでも評価されているぞ。だがメル最終巻が発売されたあたりの記述として安西先生のウィキペディアの情報では、安西信之はこれより無期限休符でします。体がボロボロなんです。いつかロッコリ漫画を描くかもしれないし、ずっと描かないかもしれない。デビューから13年さよならですと記述されている。これはメル連載時もきっとかなり無理して書いていたんだね。多分そうだと思うぜ。その後サンデーで2008年からミクシムが連載、創作と療養を繰り返しながら頑張っているんだ。なんか漫画よりも作者に感情移入しちゃうわ。じゃあそんなメルについての簡単なあらすじを紹介していこう。よろしくお願いします。メル変な世界に憧れる中学2年生の主人公、虎水銀太は、ある日突然異世界への扉が現れ、待望の異世界へ旅立ってしまう。異世界で元の世界に戻る方法を探る中、アームと呼ばれる特殊道具の中でも異例の存在、石を持ち、喋るアームのバッポと出会い、異世界を知るための旅に出ることになった。一方この異世界、メルヘブン、では、ジェスの駒と呼ばれる組織により、紛争が絶えない世界であることを知る。銀太はチェスの駒に対し、出会った仲間たちとチームメルを作り、司令塔であるファントムを倒すべく、ウォーゲームというトーナメントに参加。果たして銀太はチェスの駒を倒し、異世界を救い元の世界に戻れるのか？っていうのが大まかなストーリーだな。こう見ると異世界転生ものの先駆けみたいな展開だね。確かに。あとはトラックに惹かれて転生だったら完璧だったな。それじゃあこの漫画の魅力と、批判レビューについて紹介していこう。お願いします。まず魅力1は、画力が高い、ことを挙げるぜ。多分サンデー読者で読んでた人は絵の見やすさや迫力、アームのデザインや女の子の可愛さなんかを評価している人も多いと思う。この人の描く女の子は単純に可愛いよね。特に仲間の魔女ドロシーは、魔女、主人公大好き、敵には容赦ない、決めるときは決める、暗い過去がある、など、かなりの属性を詰め込んだ人気キャラだ。なお、戦闘中ドロシーのあれが書かれたことで魔女っ子お姉さん属性を開発された人も多いそうな。ジャンプはあれはあのマーク貼られるのにサンデーってあれ OK なんだね。タキシード銀とか緑の日々とか、たびたびあれは出まくってたから、昔の少年にサンデーは刺激的だったろうな。魅力には、話を子供でも楽しめるようにかなりシンプルにしたこと、だな。冒頭でも言った通り烈火の炎に比べても、内容的に対象年齢を引き下げていると思う。話の複雑さよりもシンプルさを押し出したってことよね。ああ。
実際メルでは1回の戦闘は2、3話でサクッと終わるし、戦闘内容もアームのお披露目会みたいな感じで、相手のアーム披露、ピンチ、新しいアーム発動、最後は逆転ってパターンが非常に多い。ありきたりな構成だけど分かりやすさは確かにあるね。対象年齢が低いほど長い戦闘はだれるだろうし、サクサク進む展開の速さを優先したんだと思うぜ。魅力3は、アームのデザインと能力、だ。アームっていうのはこの世界のマジックアイテムで、シルバーアクセの姿で身につけ、魔力を通すことで変形や特殊能力を発動する。安西先生はシルバーアクセが趣味で、様々なかっこいいデザインを残しているんだ。趣味を活かすのはいいわね。デザインのわかりやすさっていうのはちびっこの感性を刺激するし受けもいい。グッズ展開も容易だし、安易に、剣と魔法の世界、にしなかったのもポイント高いぜ。身につけるものが特殊能力を持てばごっこ遊びも容易だしね。さてそんなアニメ化もした、メル、だが、かなり批判意見も多い。いくつか紹介するとともに批判の理由についても分析してみよう。なんか怖いわね。まず一番言われるのが、中身のなさ、だ。魅力でも話した通りバトルはパターン化しており数話で決着までサクッと終わる。そして物語のほとんどが1対1の試合形式で、似たようなパターンが延々と繰り返されるんだ。主要パートも合ってないような感じで、銀タワガーゴイルっていう、最強ガーディアンアームを出せば大体全部勝てるし、他の仲間も敵も新アームの能力の見せ合いみたいな感じで正直見飽きる。劣化の炎の魔道具がアームになった感じ？そうなんだが、魔道具バトルは今持ってる手札でどう工夫するかって戦略の余地があるんだが、アームは正直、強い能力を出せば勝ち、みたいな印象を個人的には持ったな。最終ボスとのバトルもかなりサクッと終わるし、ウプ主も全巻通して読んでみたんだが、読み終わった後、あ、終わった、って感情しか湧き上がらなかった。30歳オーバーは少年誌の対象年齢外だからね。だな。そしてそれがメルが劣化ファンから批判されやすい理由だと考えるぜ。つまり、劣化は結構続いたから読んでるうちに読者は年齢を重ねていく。そこへ自作は対象年齢を下げた作品になると。劣化から期待して読んだ読者とは対象年齢が合わないわけか。そういうことだな。他にも銀太の性格がおかしいとか、作中の命の扱いが軽すぎるっていう意見もあるが、大体の批判は、戦闘がワンパターンでストーリーに深みがない、だったぜ。批判してるほとんどがターゲット年齢からオーバーエイジの可能性も高いと思うわ。実際メルから読んだちびっこの評価が高いからアニメ化を熱望されたわけだし、ゲーム化やカードゲームなどのメディアミックスもされているし、今でもメルのオープニング聞くとワクワクする、かなり好きだったって意見もあった。この作品の批判は劣化ファンの期待と、対象ターゲットの乖離から起こったものだと思うぜ。なるほどねー。で、続編が作られたけどそっちは打ち切りになっちゃったの？ああ。続編もサクサクっと解説していこう。メルの続編、メルオメガ、は安西先生が原案で、作者は星野光一郎先生という、安西先生の元でアシスタントをしていた弟子の先生なんだ。作者が変わってたのか。うむ。こちらは2006年から2007年まで連載され単行本4巻で打ち切りの結果になってしまった。作者に代わって作るってプレッシャー高そう。内容的にはメルの6年後を描いた同一世界で、アームの設定を受け継いでいるし、主人公は変わったものの、無印のキャラが出てきたりしているぞ。作者に続いて、主人公も交代しちゃってるのか。うむ。安西先生とは絵柄も違うし、世界観と設定を受け継いだ別作品と言えるだろう。じゃあそんな無印で一定のファンがいたはずの公式続編であるメルオメガが、なぜたった4巻で打ち切りになったのかを分析していってみよう。お願いします。要因その1は、主人公も絵も全然違うから既存ファンがついてこなかった、だ。アシスタントの先生が描いてるだけあってプレッシャーもあるためか。絵も悪くないし書き込みも頑張ってるんだが、いかんせん安西先生と絵柄が結構違う。サムライエイトも書き込みすごかったし、やっぱり師匠のメンツを潰せないから頑張るよね。うむ。だがやっぱり既存ファンは安西先生の絵が好きな人も多いわけだし、絵も違う上に主人公も交代だからいまいち乗り切れなかったんじゃないかと思う。遊戯王Rくらい似せていたらスタートダッシュが違ったかもしれないね。まあ好みもあるし、こっちの方の絵が好きな人ももちろんいるだろうけどな。あくまで既存ファンを引き止められなかった一つの仮説として絵の違いを挙げるぜ。要因その2は厳しめの意見だが、ストーリー構成が安定してない、だ。あくまで個人的な意見だが、正直いまいちキャラへの共感や物語の深みが感じにくい。
主人公、ヒロイン、敵キャラもグッとくるような表現もなく、そのせいかストーリーも一本筋を通してるというよりフラフラしてる印象を受けた。戦闘もガーディアンアーム頼りで、駆け引きもなく強い技の応酬だし、ノリがコロコロっぽいというか、こう、あんまり盛り上げれなかったっていうのが正直なところだ。打ち切りじゃなかったらまた変わってたのかもしれないね。まあ戦闘に関しては無印メルも似たような印象を受けたんですが、そりゃあなたオーバーエイジだからね。要因その3は、既存のキャラをうまく活躍させられなかった、ことを挙げるぜ。続編である今作でも無印のキャラであるドロシー、ジャック、アルビス、ナナシなど、主役級の既存キャラたちが出てきている。だがめっちゃ活躍したかって言われると全然そんなこともなく、引き立て役になってたっていうのが正直なところだ。まああくまで主役は新しい仲間たちだからね。そうなんだが、せっかく受け継ぐならかっこよく活躍させてほしいっていうのが、前作から読んでるファンの心境だと思うぜ。確かにそれはそうよね。続編がアシスタントに移って続いたのも売り上げを支えていたメルが終わってサンデーが、販売部数の落ち込みを危惧してたんじゃないかなって思うぜ。安西先生はメルの後休養してるわけだもんね。うむ。安西先生の公式ツイッターでは、メルは自分の意思で、ここってところで終了しました。打ち切りではありません。と明言している。これはサンデー的には人気あったしもうちょっと続けたかったかもしれないわね。でも無理に長引かせるより作者の意思が優先されたのはいいことよね。そうだな。星野先生も任せられていい経験として積み上がったと思うし、事実その後いくつもの連載を勝ち取っている。星野先生の活躍に期待しています。さて今回はメルヤ続編のオメガについて、個人の偏見で解説してみたのだがいかがだっただろうか。ウプ主はオーバーエイジでの読破なのでこの作品に関しては厳しめの意見になってしまったが、当時読んでて面白かったという意見もぜひ残していってほしい。いろんな意見で昔の漫画について交流できると嬉しいぜ。また安西先生の作品や星野先生の作品について思い出があれば気軽にコメントに残していってね。みんなのコメントお待ちしております。では今回はここまで。また他にも懐かし漫画を紹介してるから、ぜひいろんな動画を見ていってくれよな。それじゃあご視聴、ありがとうございました。